どうも、大ちゃんです。今回は入試本番直前の過ごし方に関するポイントを伝えていきますので、ぜひね、最後までお付き合いください。直前の過ごし方のポイントはただ一つ、それは特別なことをしないです。もうここまで直前になっていれば、例えば生活サイクルとかも入試に合わせたものに治っている方が多いかと思いますので、もうそれをそのまんま続けてください。で、食事とかも特別にね、あれを食べなきゃこれを食べなきゃとかじゃなくて、もちろん入試直前とかに油物を控えるとか生物を控えるとかっていうのはやってほしいんですけども、普段とってる食事、そのねペースとかも特に崩すことなく今まで通りにぜひ過ごしてください。ただ勉強する内容に関してはちょっとだけ気をつけてほしいことがあります。入試直前になるとやっぱりメンタルがですね、今まで以上に不安定になったりとか、不安定だったのになんか急に落ち着いてて怖いみたいな、なんかもうね、いろんなパターンでこう乱れてくるんですよ。でそうするとこうね、安定してたように思えて夜になったらふっと、あ、やばいやばいで急にね、なんか不安な波に襲われたりすると、やらなきゃもっとやらなきゃみたいになりがちです。でも勉強する量も今までよりも急に増やしたりしないでください。そうすると睡眠時間減っちゃうからね。でそれに加えて、例えばさ、今までこう、例えばいろんな問題集買ってきたりした方もいると思うし、買ってきてねやった問題集の中でもちょっとさ手つかずになってるページとかもあったりするじゃん。後ろの方のページまでやってなかったりとか、その部分をやらないでください。今までやってなかった問題とかやって、もちろんそこでね、できなかった問題に出会えれば、そのできない、わからない問題との出会いはいい出会いなので、レベルアップすることはできます。できるんですけど、それ以上にデメリットが発動しやすくって、何かっていうと、入試直前だよ、問題解くじゃんか、できない問題に出会います、またできない問題に出会います。どう思うかって、あ、ダメなんじゃないかなって思うんです。え、こんなにわかんないのあんだけどどうしようみたいな、これをやっべ、直前にこんなレベルアップしちゃったぜって思える方はどんどん行きましょう。それでもいいんだけど、おそらくこれを見てくださってる方の中でそのパターン、そのね、そっちに行ってる方は多くないんじゃないかな。私も無理です。なので直前期はやってなかった初見の問題をやるんじゃなくて、今までやってきた問題の確認作業に当てましょう。でもそうも言っても、こうね、確認してたらさ、え、前やったのに覚えてる、忘れちゃってんじゃんみたいな不安になるかもしれないんですけど、それは思い出せばいいだけです、ね、初見の問題、わからない問題を一から定着させるのと、忘れてた問題を思い出す、もう一回再定着させるのは、再定着の方が楽だから、すぐ終わるから。だから前提として、人は忘れるんだから、いや忘れちゃうよねって、仕方ないじゃん、仕方ないから、いや直前でこれやべえ、ちょっと忘れてた、よかった気づけてって思ってください。そうしたらそんな労力かかることなく、もう一回すぐ思い出せるから。なので今までやってきたもの抜けてないかなとか、ここの時代苦手だったか、ちょっともう一回確認してみようって、やべえこれ忘れてたじゃんみたいなことでいいから、直前はそうやって今までやってきたことをさらにがっちり固めにいく。で、自分こんなに勉強してきたよなっていう、その自分がね頑張ってきた自己肯定感も味わいながら、ぜひ過ごしてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回ね、私が結構ガーって熱弁させてもらったんですけど、これは自分の実体験として、大学受験の国立前期の時にこうメンタルのコンディションを整えられなかったんですよ。体調も整えられなかったんですけど、で全く力を発揮することができずに受験が終わって前期は落ちました。でもちろんみんなもさ、こう力を発揮できても合格不合格の方が出てきます。それが受験です。だけどもやっぱり力を発揮できるかどうかっていうのは、次につながるかつながらないかに大きく関わるんですよ。だからそのためにも、この直前期にそういうね、ちゃんと自分を不安にさせるための過ごし方じゃない、自分をメンタルを安定させる、入試本番会場に行ってそわそわしながら座るけども、でも1限目試験が始まる時によしやるぞって、よし行くぞって前向きな気持ちで1枚目をめくれるかどうか、それがすごく大事なのって実感してるんだ。でみんなにも俺みたいな後悔をさせてほしくないので、ぜひ、あとみんながね、これ動画見てる時が残り1週間なのか2週間なのかわからないんだけども、たくさん不安になります。不安になっていいから、不安になっていいんだけども、ぜひ今日ね話したポイントを活かしつつ、そういう過ごし方をしてもらって、よしって
こういうふうに思えばちょっとポジティブに思えるなって、こういうふうに思って過ごしてったら試験会場で1枚目めくるときによし私頑張ろうって、俺頑張っていくぜって思えるんじゃないかなって、そこを考えながらぜひ過ごしてください。過ごし方の答えなんてないんだから、みんなが思ったものが答えです、それでいいから、ぜひねそういう意識を持って過ごしてもらえたらと思います。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。